カディマと、カディマ、カジマは、イスラエルの政党。カディマは、全身を意味する、ヘイブライ語。アリエル・シャロンによって2005年11月21日に創設された、修道主義を掲げる、シオニスト政党。日本語では、カディマ、カディーマ、カーディーマとも呼称される。シャロンが、脳卒中により、意識不明となった後は、エフードオルメルと、 ついでチッピー・リブニが党首を務めている。党名は、ヘブライ語で前進を意味する。当初は、国家責任党、ナショナル・リスポンシビリティ・パーティーという名称が、検討されたが、同名称では省略すれば、NRP となることから、国家宗教党、ナショナル・レリジェス・パーティーが激しく反発し、最終的に、カディマに落ち着いた。また、カディマの名称に対しても、カディマが、ヘブライ語で、 全身を意味するところから、ベニート・ムッソリーニが、イタリア社会党に所属していた際に、党の機関紙、アバンティ。イタリア語で、全身の意の編集長を務めていた経緯から、問題視する声が上がったが、これは大勢にはならなかった。カディマの政策は、シャロンによる対パレスチナ政策を、受け継いでいる。ガザ地区からは植民者、軍部隊を完全撤退させ、 その代わりにヨルダン川西岸の大規模入植地、アリエル山マーレアドゥミムを維持することを目的としている。オルメルトは、当主時代に、現在西岸で建設が進んでいる防護フェンス、分離壁内部の大規模入植地を併合、それ以外の小規模入植地を撤退させ、分離壁を国境とすることを主張している。また、治安上の観点から、ヨルダン渓谷とその周辺の入植地保持の、 必要性も訴えている。2006年9月4日、オルメルトは国会の外交防衛委員会でヨルダン川西岸からの追加撤退を凍結する考えを表明。政権公約は事実上破られたことになり、レバノン侵攻で傷ついた政権への威信にさらに追い打ちをかけることとなった。2006年3月28日に行われたイスラエル議会、クネセト総選挙では、 事前の予想通り多党を抑えて第一党となるものの、最終的には29議席の獲得にとどまる。この数字は1999年の労働党に次ぐ、建国後ワーストにという結果である。イスラエルが関わったすべての戦争に従事し、抜群の指導力と政局を読み切る、洞察力を兼ね備えたシャロンと異なり、オルメルトの軍歴と指導力に国民が不安感を抱いたものとされた。 同年5月4日、オルメルトを新首相とする連立政権が発足。労働党、年金者党、シャスなどが参加することとなった。イスラエル国会は2006年10月30日、オルメルト首相が率いるカディマと労働党の中道左派連合政権に極右政党、イスラエル我が家が参加した、新内閣を賛成多数で承認した。カディマ、 29議席を中心とする政権は、我が家11議席の参加で後党連立となり、国会定数120のうち78議席を確保した。我が家リーバーマン党首は、イランの脅威への対応を担当する新設閣僚を兼任した。オルメルトは、財務省を務めていた2005年、国内2位のレウミ銀行民営化の際の政府保有株の売却をめぐり、 知人二人に入札の便宜を図るなどした疑いが持たれ、2007年1月16日に、イスラエル検察当局は、警察当局に対して、オルメルトに対する捜査に着手する、要指示。オルメルト政権は、カツアブ大統領のレイプ疑惑のほか、国税当局の収賄疑惑が発覚するなど、スキャンダルが相次ぎ、2006年夏のレバノン侵攻での不手際も、 重なって、支持率が急落した。オルメルトは、レウミ銀行職に関し、一貫して、不正行為を否定していたが2008年7月30日、党首選終了後に首相を辞任する旨を記者会見で、表明。9月18日の党首選で、ツッピー・リブニ外相が僅差で勝利を収めた。9月21日のオルメルト首相辞任を受けて、リブニは信頼閣祖閣を目指したが、 エルサレムの貴族などで宗教政党、シャスが激しく発。組閣の失敗により国会は自動的に解散された。2009年2月10日の総選挙では28議席を獲得し、第一党の座を過労じて維持した。しかし、連立政権交渉は不調に終わり、組閣を要請されたリクードのベニアミン・ネタニヤフはカディマとの連交渉を断念。カディマは、 のに下ることとなった。2012年3月の投資戦で、リブニに代わって、元国防省のシャウルモファズが、党首となり、同年5月8日には、政権与党リクードとの大連立政権充立に合意した。これによりもファズが副首相として入閣し、ネタニアフ政権の安定度は急上昇したものの、この大連立に関しては、イラン攻撃へ向けた地ならしと見る向きもある。だが、 朝政党派ユダヤ教徒の兵役免除をめぐる賛否から、わずか約2ヶ月後の7月17日にもファズは副首相を辞任、大連立は解消された。大連立の参加と解消をめぐる動きは党内に激しい動揺を生み、先に議員を辞職したリブニュが11月に、新党、ハトヌはヘブライ語で、運動の意を結成すると、党内の反主流派がこれに加わって列が、 決定的となった。加えて、朝鮮党派ユダヤ教徒の兵役免除問題から別の、神党、イエシュアティットにも、支持層を加え、2013年1月22日の、総選挙ではわずか2議席しか獲得できず、歴史的大敗を喫した。カディマには、イスラエルの2大政党である、リクード及び労働党双方から、多くの議員が参加している。 下に挙げた肩書きは2006年総選挙前のものである。リクードより参加労働党より参加。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。